たちの演奏で、思わざぬ夢の詩、そろそろお別れの時刻が近づいてまいりました。今夜のラジオ深夜便は夜11時15分からの放送です。11時台と0時台はミッドナイトトーク、始まりの春の前半と後半、お話は歌手の小林幸子さんです。1時台は深夜便認知症カフェ、注文を間違える料理店プロジェクトに関して介護福祉士の和田幸男さんのお話です。2時台はロマンチックコンサート、クラシックへのいざない、ポピュラーナンバーになったクラシックということで、ショパンの英雄ポロネーズが時の終わりまで、ベートーベンエリーゼのためには情熱の花に、そうした曲を集めておりま す。3時台の日本の歌、ポロの歌は歌謡スター思い出の人、青木浩一、小島なよりの郵便さん、早く帰ってもいいと思います。4時台はピアノが奏でる七十二度、そして明日への言葉、江戸の情緒、信頼を次世代に伝えして、人間国宝敦賀流十一代目家元の敦賀若狭丞さんのお話です。ラジオ深夜便、今夜の担当は大沼博美アナです。昨夜から今朝ここまでの番組は、今日は西高東低の冬型の気圧配置、上空には強い空気の流れ込みが続くということです。九州北部から北陸にかけては断続的に雪が降り、大雪に十分に警戒してください。また東北は日本海側を中心に雪や吹雪となります。まだどうぞ気をつけてお越しください。それではこれでお願いします。時刻は間もなく5時になります。JOQGFM、NHK 盛岡 FM 放送。自分がお二度お面をつけて、うん、で、ただいまって帰ってきた瞬間に豆を投げつくって